ナポリ湾の入江入江の奥にある漁村、佐賀県玄海町入江とは、海岸や湖の一部が、侵食作用によって陸側にえぐるように入り込んで、できた地形のことである。裏、入海とも言う。入江は、多くの場合において、陸地と水面との境界が、他の場所よりも深く陸地側に切り込まれている状態である。サザエより大きく、湾よりは小さい。しかし、 この境界は、しばしば曖昧である。また入り江は、他の沿岸水域に比べと多さで、特に平均して、季節風が叩きつけるような入り江を除けば、平坦な海岸線に比べると、波が穏やかな水域が広い傾向がある。このため港などはこの入り江を利用して作られる場合も、あり、また海水浴場の中には、入り江に面した地域に設けられることもある。しかし、 普段季節風の直撃がなく、台風やハリケーンなど特別な気象の変化で、海側からの強風をもろに受けるようになった場合は、普段穏やかな入り江が一変、平坦な海岸線では平均して分散化される波の力が入り江の奥に殺到、高潮や水害といった被害を受けることもある。また、津波では入り江の構造によって波のエネルギーが集中。 波の高さが増幅されて被害が拡大することもある。このため入り江の入り口付近に防波堤を設置して波が入り江の奥を洗わないようにするための地形改造も行われる。入り江は海などの侵食によって海岸線が削られて入り江になる場合もあれば川の流出口が侵食され入り江となる場合もある。特に 川口の侵食が進行すると三角港と呼ばれる川口部分が末広がりになる地形になる。AB 日本陸水学会、江戸、陸水の辞典、講談社、P19、ありがとうございます。